マイナカードについて、先ほど朝のテレビ番組で河野大臣が、私たち患者が、私たち国民が何か使い方が間違っているから、進まないというようなことをおっしゃっていたので、毎月こんなにお薬をもらいに病院に行かなければならないような患者の立場から見とるよ。毎月こんなにお薬をもらいに行かなければならないような患者の立場からね、本当の話をしたいと思います。実は私のマイナカードはポイントあげますあげませんの前から作っていたんですね。それは政府すごくずるいんですよ。税金の申告ね、私本当に微々たるお金の収入があるんですが、それを申告するためにマイナンバーカードがないと申告できませんよと、私が加入している青色申告会というところではそういうシステムになってるんです。だからポイントあげますあげませんの前からもう随分早くから作らされたんです、このマイナンバーカード。だから政府すごいなと思って、お金をあげる前にこの税金を自分たちが取るというシステムはいち早く構築していて、何のトラブルもなく税金はどんどん自分たちが取れるようなシステムを作っていたんです。やればできるんじゃんね。なのにこのマイナンバーカードいろいろトラブルがある。それは私たちが転職した時にその転職の切り替えがうまくいってないからだみたいなことを河野大臣はおっしゃってたけど、私転職も何もしてません。それでもトラブル何回もありましたよ。私の、トラブルからまず皆さんにお話ししましょう。これ皆さんに広まり始めた頃、マイナンバーカード保険証として使えますよということでしたので、私は以前からこの紙の保険証に関しては、ね、薄っぺらいしペラペラで、何のデータも入ってないこんなものね、多分今時使ってるの先進国で今時こんなもの使ってるの日本だけだと思うんですよ。コロナが流行し始めた頃ね、私は台湾の生徒さんがとても多いんですけど、皆さんこのような保険証、デジタルの保険証を持っていて、マスクが不足した、トイレットペーパーがちょっと皆さんの手に均等にいかないかもしれないというような時に、台湾の政府はいち早くこの保険証を使って、コンビニなどで皆さん均等にマスクを手に入れられたり、また一家族に何個というふうに均等にトイレットペーパーが行くようなシステムをパパパッと作っちゃったんですよ。日本では全然全くそんな話はありませんでした。だから台湾すごいなぁと思っていたんですけれど、台湾が小さいからだ、小さいからそういうふうにできるんだよって生徒さんたちはおっしゃるけど、大きい小さいの問題ではない。日本はその各役所のなんて言うんでしょう、役所があまりに多すぎて、その役所たちが自分たちの縄張りはここまでだ、自分たちはここまで、その他のこの中間のことは誰がやるの、お前やれよ、俺はやらない、お前やれよみたいな中途半端なことが多いから、だからうまくいかないことがたくさんあるんだと思います。私のまずトラブルですけど、最初の頃はこれが使える機会がなかった。言っても、あ、ごめんなさい、うちは使えません。でもほとんどの病院が使えなかった。唯一心療内科の病院だけが
そこをクレジットカードも使えるし、置いてあるのすごく早かったですね。そこだけでしたかな。そして皆さんにポイントが配られ始めて、来始めるとやっと機械だけは置いてあるような薬局やクリニックが増えた。でも実際に使ってみるとトラブル多発で、もちろん受付の方もできない方が多いし、機械に慣れていらっしゃらない方が多いし、でこちらの方でも、実は機械は私が知っている限りでは2種類あるんですよ。縦型と横型と。保険証の機械ね、マイナンバーを保険証として使う機械が2種類あって、縦型と横型。それはこういう風に縦に入れるのか、それともこういう風に横に入れるのかなんです。見たらわかるだろうって思われるかもしれないんですけど、こういうのってやっぱり規格を統一してもらわないと、初めてそのしょっちゅう私のように病院や薬局と仲良しの人じゃない人は、初めて行ってこれ使おうと思ったらうまく使えないと、もう嫌になっちゃうと思うんですよね。で使えるところ増えてきました。でも実際の受付の方が慣れていらっしゃらない。で受付の方にお話を聞いたんですね。そしたら、こんなものを私たちの仕事が増えるだけで便利でも何でもないと言われることが多かったんです。政府は、河野大臣は補助金も出していますのでっておっしゃったじゃないですか。多分医療機関には補助金は行ってるんですよ。医療機関誰ですか？お医者様ですか？看護師さんたちですか？違いますよね。その医療機関には補助金は何十万かいってるのかもしれない、これで機械導入してね。だけどそこで働いていらっしゃる看護師さんたち、受付の方たちにとっては余計な仕事が1個増えただけなんです。今までのように紙をお使いになる方もいらっしゃる、もちろんまだ現状こちらの方が多いんですけれど、出演されていたドクターの方もおっしゃっていましたが、1割とおっしゃっていましたね。あれ本当に生の声だと思います。私は高血圧と睡眠時無呼吸症候群と、それから心療内科ですね、すべて毎月先生にお会いして、毎月薬をいただかなければならない病気なので、ノーマルで3つ病院に行かなければならない。私のような人はもう慣れるしかないんですけど、普通の人はそうじゃないよね。たまにお腹が痛くなったり風邪ひいたり、ちょっと体調崩したりして病院に行くわけですから、その時に、そうか、これ保険証として使えるんだな、使ってみようと思った時に、縦に入れるんだか横に入れるんだか、表なんだか裏なんだか、お顔のあるところが表なのか裏なのか、ちょっとその辺よくわからないんですよね。なんかチップみたいなのもあるじゃない。だからチップを上にした方がいいのかな、つまり読み取る面が上なのか下なのかわからないとわかんないでしょ。機械をだから統一しろって言うんですよ。メーカーをもし一つにしたら独占になってしまうからまずいと思うんであれば、10個のメーカーでもいいから規格は一緒にすればいいじゃない。全国民にこれ保険証として使わせたいんでしょ。そしたら規格はこういう規格で、みんなが行ったら同じように使えて、看護師さんたちもいちいちそれ、受付の方たちもいちいちそれ教える手間がないように、誰でもみんなピッ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 とできるようにしてくれたらいいじゃない。で暗証番号はこんな入れるのね、たったの4桁ですよ。ここに次の人見てたら覚えられちゃいますよ。まあ
覚えられても大丈夫だと政府は言うけど、やっぱりあんまり覚えられたくないよね。だったらお顔認証システムがあるけど、実は今の時期病院行く人は絶対マスクしてるよね。もうこれ顔認証ダメじゃないですか。だったらこのお目目ね、お目目の交際認証をなぜ作らなかった。今携帯電話などでもありますよね、交際認証。すごいマスクしててもパッと自分だって分かってくれるので、とても便利です。あれ作ってくれたら、ピッとやって、お目目ピッとやって、はい、ゆきこさんどうぞ、わかりました。という風になるじゃないですか。なぜそれを作らなかった？役所なんて頭がいい人がいっぱい働いているんでしょ？なぜそれを作らない？IT で働いている私の生徒さんたちが言っていたけど、みんなが同じように言うのは、日本の役所は自分たちが、あ、こっちの方がいいなと思って、これこういうふうにオーダーを受けましたけど、こっちのやり方はどうですかみたいに、新しいその有効であるだろうと思われるシステムをこっちはどうかなというふうに提言すると、いや今までの方向でやってください、絶対にそう言われるんだそうです。だから何かを変えるとか改革するとかいうときは、上からの命令がないとできない。だから河野さんは上からその下の言うことだけを吸い上げて、うんうんうん、みんなが、転居、仕事が変わったときに間違えてるのか、うんうん、そうじゃないっつの、そうじゃなくて、そうじゃなくて、あなたがもっと主導を持って、これはこうやってください、これはこうやってください、だからそれらのこの担当の人をみんな集めて、一箇所に集めてちゃんと会議をして、私たちが使いやすいような制度にしてもらいたい。で、あの番組の中で河野さんがおっしゃってたのは、クリニックは、病院は電子カルテがあるんだから、それを一本化して、いずれは私たちがそのカルテを自分で見られるようになる。ないないない、絶対ない。医療機関なんて、お医者様が私たちにカルテを見せるなんてことがあるわけがない。そうでしょう、あれって個人情報なのに、私個人情報なのに、あれは見せてもらえないよ、絶対に。私はもう本当にずっと前から思っていました。電子カルテなんだから、例えば同じ大学病院に行っても、内科に行って、一回内科に行って、そこで何か検査をしたり、また書いたりするよね。で、今日はちょっと足も痛いから整形外科にも行きますと言ったら、また整形外科行って、また同じ問診書を書いて、で、また先生に同じことを、看護師さんに同じことを話さなければいけない。タバコは吸いますか、お酒は飲みますか、以前に大きな病気をしたことは、アレルギーは、同じ病院だよ、同じ大きな病院だよ、なぜそこでその大きな大学病院でカルテが一本化されていない。内科の情報と整形外科の情報だって個人の情報だから、私がこの患者さんがシェアしていいですよ、お願いしますと言えば、どこの科の情報でもゆきこさんの情報を見られるようにしておいてくれれば、ドクターたちだって、テレビドラマで出てくる、医療機関の優秀なドクターたちはそうだよね。他の科の情報も全部見て、あ、この患者さんは総合的に見てこうなんだ、というふうにやってくださるけど、実際に日本の病院では、この患者のプロとでも言うべき、不名誉なプロなんだけど、たくさん病院に行かなければならないような私の人に言わせると、何も、一つの大学病院ですら、
カルテの共有はされていないのに、それが全国の病院でカルテの共有ができるなんてありえない。だから、まあ、全部のカルテを共有しろとは言わないんだけど、基本情報ね、お酒、タバコを飲みます、吸います、過去に大きな 病気をしました、アレルギーはあります、兄弟にアレルギーはいます、そういういつも書かされる、紙で書かされる、ああいう基本情報だけはせめて全国各地の病院で共有できるように。だって人間どこで病気になるか分かんないでしょ。私去年北海道に行って、あの牡蠣が大好きなんですけど、そこの牡蠣めっちゃ美味しくて、朝昼晩めちゃめちゃ食べたら、案の定夜お腹壊して、次の日に帰るからちょっと我慢してたんだけど、我慢ならなくなって、フロントに降りていって、すいません、お薬ありますかって言ったら、そう、私の様子を見て、フロントの方が、救急病院に行かれた方がと言う、それで救急病院に行きましたね。そしたら、やっぱりそこでも、たまたまマイナンバーカードを持っていて、マイナンバーカードが受け付けてくださる病院だったので、大黒病院でしたけどね、救急病院ですから。でも、まあ、そこでもいっぱい書かされて、今飲んでいるお薬は何ですか、大体のことは覚えていたんだけれど、それはどこの医療機関で処方されていますか、いろんなこと聞かれるんだけど、私の薬情報は、皆さんお薬手帳っていうのを持たれていますけど、私は今お薬手帳は持っていなくて、お薬もこのマイナで管理していますと言いたいところなんだけど、実は薬手帳とマイナンバーカードはまだ紐付けられていない。おかしな話でしょ。保険証紐付けたんだから、お薬手帳も紐付ければいいじゃないね。だから薬手帳は私はアプリでやっているんですよ。で、お薬手帳とそれからそれに付随している e-Park という、まあ、e-Park のお薬手帳を使っていると言った方が正確ですね。その薬局の前に e-Park できます、 e-Park 受け付けています、うちの周りは結構この e-Park を受け付けてくださる薬局さんが多いんですけど、そうすると病院でもらった処方箋をパチリと写真を撮って、その近くの e-Park を受け付けている薬局さんにこの写真をピッと送ると、何時頃に取りに行きますみたいなデータをピッピッピッと入れてポンと送信するだけで待ち時間ゼロです。だから薬局の待合室ってちょっとなんかごちゃごちゃ混んでて怖いでしょ。今の時期コロナだけじゃなくても、実は咳をしていらっしゃる方が多かったり、その咳も普通の風邪ならいいんだけどね、なんか伝染性の病気だったりすることもあるから、実は薬局の待合室はできるだけ時間をショートカットしたいと私は常々思っているので、そのお薬手帳のアプリを使って待ち時間ゼロでやっていますが、そちらの方も、使っている人どのぐらいですかと薬剤師の先生にお伺いしたところ、そうですね、大体2割から3割で、それも特に20代の人、あるいは30歳ぐらいまでかな、20代から30代の人、私のような50代以上の人はあなただけですよとはっきり言われました。便利なのにねーと薬剤師の先生とねーって言って笑ったんですけど、ね、全然何にも浸透していないです。で、確か
ワクチンがどうだったかな、全て携帯に入っているので、ワクチンの接種情報も今回からできるようになったのかどうか、その辺もよくわからないよね。河野大臣はマイナンバーカードを保険証として使ってほしい、そしてお前らの使い方が悪いからだみたいな言い方しかしてなかったけど、そうじゃなくて、あなたのすること、あなたたちのすることはこれを使ってほしいんなら、あ、使えば便利だなと思うように、これ一枚でワクチンの接種情報もお薬手帳の情報も全部できるような、そのためのマイナンバーカードじゃないですか。銀行情報が紐付けられているのがちょっと皆さん不安でしょ。それね、私なんかはもう特に税金、これで税金払うときに必ずこれがいりますので、私だけじゃなくて、その全国の青色申告会という、税金を払うときに自分らで帳簿をつけて、少しだいぶ税金がちょっと税金が安くなるんですけど、そういうのやってる人は全員これ持たされてますよ。だから自分たちがお金取るとき、役職は自分たちがお金取るときだけさっさっさこういうの構築して、じゃあそうじゃない、みんなに使ってくださいとは言いながら自分たちの方にお金が入らない、もしかしたらなんならたまになんかみんなにお金ばらまかなきゃならないようなときはうまくいっていないというのが日本の今のマイナンバーカードの状況です。これ患者のプロからお話をさせていただきましたけど、こういうの使ってほしいんだったらまずその規格を統一しろ、このマイナンバーカードを保険証として入れる規格を絶対に統一してほしい、それからこれをお使いになる看護師さん、受付の方にも補助金を出してほしい。そうなれば、あの人たちも頑張りますよ。あ、政府からお金もらってるから、私はちょっと政府に協力しようっていうふうに思いますよ。そうじゃなくて、医療機関にお金あげてるんだから、やるでしょ。もういかにも政府の考える、この、親方日の丸的な考えですよね。本当に使う人の身、それからそれを使わされる人の身に全くなっていないと思います。これから、そしてこの紙の保険証がなくなる、来年から使えなくなるというお話でしたが、私はいいですよ。私はこれずっと使ってるから、こんなもんなきゃない方がいいんだけど、でもね、この前も最近の話ですよ。最近ちょっと膝を壊しまして松葉杖生活になっているんですが、そこかなり大きい病院ですよ。そこでマイナンバーで保険証いいですかと言ったら、あ、うちそれやってませんと言われました。それもかなり冷たく言われました。普通は政府が主導でこれを保険証として使いましょうとしてやっているのであれば、あ、すみません、うちまだそれ対応してないんですよ、ごめんなさいね、紙の保険証ありますかっていうのが普通じゃないですか。じゃなくて、そこの病院では、あ、うちそれ対応してないので、紙の保険証がないなら10割負担になりますよって言われました。そんなこともあろうかと、たまたまこれを持っていたので、皆さんもこれ保険証として使えるから紙の保険証は持っていかなくても大丈夫だろうと思わずに、念のため今はまだ念のためこれ必要です。それからトラブルの私がまたトラブルの話になりますけど、私にあった最大のトラブルは、これが
械に入れてもエラーが出てしまって、あなたのこれは登録されていませんよ、パスワード違いませんか、4桁のパスワードなんて間違えるわけないじゃん。そして私のように病院にたくさん行っていて、他の薬局でもこれを使っている人は他のところでは使えるんですけどねとお話をしても、いやこれ登録されてないというふうに出ますと、いくつかのクリニックで言われました。私も、そうですね、今の、 定期的なルーティンのクリニックに行き着くまでは他のところにちょっと変えてみたりしましたので、そう複数の薬局と複数のクリニックでそういうふうに言われたもんだから、使えるところがあり使えないところがある、これ変でしょ。だから、役所にまず行きました。これ使えるところがあって使えないところがあるんですけど、で役所の方は調べていただいて、ちゃんと全部紐付けられています、保険証としてお使いになれますよと言われました。それでまたそのクリニック薬局に行ったけど、やっぱり使えませんでした。でどっか間違ってる、登録されていないというふうに言われます。しょうがない、デジタル庁に電話しました。でデジタル庁では調べてくれて、使えます、あなたのはちゃんと紐付けられています、だからもし今後そのように言われた時はそのクリニックや薬局さんに対してあなたのところの機械が間違っていますよと言ってくださいとデジタル庁に言われましたが、私たち患者でしょ、弱い立場でしょ、お世話になる立場でしょ、それ言えないですよね、あなたのところのそのこの機械がおかしいですよ、言えないですよね。だって他の人では使えてるわけだから、たまたま私のところだけがうまくいかなかった、それってそのメーカーの不具合なのか、そういうのもどこかに、言いに行ける場所が欲しいでしょ。それどこに言ったらいいのか統一されてないから、区役所行ったりデジタル庁電話かけたり、区役所電話かけてもダメだったので結局足を運びましたよ。そうたらい回しにされて、あっちじゃないこっちじゃない、それいろんなところを区役所で、あっち行ったりこっち行ったりしましたよ。それでも結局は今はほとんどのところで使えるんですけれどね、最初の頃はそういうトラブルありました。だから皆さんもそういうことがあったからといって皆さんのせいではない、皆さんちゃんと手続きをしてやっていらっしゃるんであれば、しかも他のところで使えるということであれば、絶対にその使えないクリニックの使えない薬局さんの機械がおかしい、これをそういう冷たい言い方をされるというのは、やっぱり看護師さんや薬剤師さんたち、その受付の方たちがこれめんどくさいと思ってらっしゃるからです。なんで変えるの、今まで紙でうまくいってたのになんで急にこういうのに方針変えるのと思っていらっしゃるからです、もしこれが補助金で、これ導入するために皆さん協力してね、1人3万円ずつあげます、3万円ずつもらえばマイナポイントの他に自分はこの政府のマイナカードの減少導入の仕事に携わるんだ、そのために自分は3万ポイントじゃなくて3万円ずつ政府から補助金をもらうんだというふうに分かれば、皆さんもっと一生懸命やってくださるかもしれない。もし、多くの人が使えてゆきこさんのこれだけが使えない、でもゆきこさんは他のクリニックで使えてるということであれば、すぐにこの導入したメーカーに電話をかけて、すいません使える人と使えない人といるんですけど一度見てもらえますかみたいなことやってくださるでしょ。
ただで、ただでじゃないね、政府としては補助金出しているの、そういう気持ちですから、補助金出してる、でも受付の方たちはもらっていないのに仕事だけ増やされて文句言われてもねと思われますよね。それ当たり前です。だからもっと使う人の身になって、それからもっとそれをお手伝いしてくださる病院のその実際に実務に携わる方々に補助金を出さないでどうする、クリニックにだけポンとお金を投げるからいけないんですよ。そしてその投げた先の、ね、メーカーさんはメーカーさんに対しては政府は責任を持ってないでしょ。もう全部全部自分のところで責任を持ってほしい。だからそのメーカーさんに対する苦情も全部河野大臣のところで一つでまとめて、全国の、だから電話でじゃなくて今はメールでも LINE でも何でもあるじゃないですか。郵便局だって LINE でお荷物届きましたっていうのがあるじゃないですか。だから苦情の処理は AI を使って、本当に苦情なのか苦情じゃないのかちゃんと処理ができるようになるじゃないですか。今 AI も優れているんだから。そうでしょ、もうちょっと考えてくださいよ。本当に今日の朝の番組は腹が立ちましたので、皆さんに患者のプロの立場からお話をさせていただきました。ということで、マイナンバーカードとこれの保険証利用、そしてこの紙の保険証どうなるについてのお話でした。ということで皆さんどうもありがとうございました。以上、ゆきこでした。